ね、制服の、上着だと思うんですけれども、まあ、こんな感じでね、結構大変なことになってまして、おそらく、まあ、インクでしょうね。インクはまあインクなんですけれども、洗濯して、まあ、飛び散ったような、状況じゃないかと思います。後ろの方もありますね。はい、まあ、じゃあこれを処理していきますけれども、これもね、素材がまあポリエステル 86%、綿 12% ということで、おそらくね、定着性が弱い、同じシミがついてもね、結構ね、そこまで定着しないと思いますので、おそらくそんなに、手間のかかる処理にはならないとは思いますけれども。結構ね、最後の最後が、芯が残るというか、取れにくいんですけれども、まあ、ここまでは回復しますので、はい、まあ、あとはやっていきたいと思います。